コーヒータイム。今日はね、スタバの豆、あれですね、ブロンドローストまだね残ってたので、それをね入れちゃおうと思います。まあ、朝入りの豆はね、結構その熟成が効くというか保存が効くんですよね。まあ、しっかりと密閉してればの話ですけど、でしかも僕がね、あんまり焙煎のね浅いやつを飲まないので結構家に残ってしまうっていうのがあるんですけど、あとちょいぐらいですかね、あと1回分ぐらい残ってる感じですね。まあ、それはさておき、まあ、今日はね、12月28日ということで仕事の最終日なんですよね、年内で。まあ、さっき、まあ、最後のミーティングというか、その納会の挨拶みたいなのの、まあ、上司のね挨拶みたいなのが終わって、で、まあ、みんなはねもうすでにお休みモードに入ってというかね、今日は僕は家にいるんですけど、出社した人たちはこれから納会とか言って、お酒を軽く飲んでちょっとした軽食を食べて解散みたいなね、そんな感じなんですけど、僕は仕事が終わってないので仕事をしますということで、コーヒーを入れますと。いろいろとね、まあ今日では、まあ年内に終わらせたかったんですけど、いろいろと最近ね不具合が出ているとか、なんかそういうお話をしたと思うんですけど、それをね、その対応を年内に終わらせたかったんですけど、終わらなかったの、終わりそうにないので、ごめんなさいって言って、もう年末のね、この一番最後の日にすいませんって言って謝るっていうねことをやりました。でコーヒー入れ終わりました。はい、コーヒー入れ終わりました。まあね、そんなにクリティカルなところではないんで、仕事のね、まあ別にそんな重要じゃないところだから言っちゃいいんですけど、ただね、ただ終わらしときたかったなっていうのはあるんですよね、年内に。じゃないとね、まあ長期休みの前にそういう不具合とかが残っているとね、まあ気持ち悪いんで、休みがね休まらないっていうところはあるんで、頭の中にねそういうの残っちゃって、なんで終わらしたい感じなんですけど、なかなかなっていうところですね。はい、まあコーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、あー美味しい。じゃあこれからまた残りのね仕事を頑張りたいと思います。はい、ジェイコムです。やっとね仕事が収まりまして、というか収まってはないんですよね、結局ね、いろいろねハマってた仕事が終わらずに年末を迎えてしまったんですけど、まあ、タイムアップっていう感じでね、なんですけど、ちょっとね気持ちを切り替えて、まあ、年末のねいろいろやっていこうかなと思います。ということで、やろうやろうと思っていてできなかった2022年に買ってよかったものをですねやっていこうと思います。でちょっとね、いろいろと良かったものを紹介、どうしても紹介したものが多いので、何日かに分けて、まあ今年中には終わらないとは思うので、まあ今年の年末から来年にかけて、2022年に買って良かったものっていうのをやっていこうと思います。ということで、今日は2022年買って良かったもの、キッチン編ということで、キッチン編というかね、生活編って感じですかね。生活に関連するもの、で買ってよかったものを紹介していこうかなと思います。はい、ということでまず1つ目、じゃーん、マーナのプレミアム立つしゃもじですね。これがねほんとね買ってよかった、もうねみんなに買ってほしい。これちょっと1000円ぐらいだったのかな、ちょっとね、
まあそんなに高くはないんですけど、これなんで2個あるかっていうと、ローテーションして使うのにね、めちゃくちゃ便利っていうか、もう本当にこれ良くて買い足したっていう感じなんですけど、前にね、一回動画で紹介しましたけど、まあしゃもじなんて、まあどこの家庭にでもあって、で、まあ平たいね、こういう板であれば、まあ何だって普通に、ね、使えてしまうので、まああえてね、買い替えるほどではないだろうっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ僕もそういうふうに思ってたんですよ。なんですけど、ちょうどね、何かで買い替えようかなっていうふうにふと思って買ったら、ドハマりしましたね。本当に、日々使えるからといって便利とは限らないんですよ。で、そのね、日々使うものっていうのがちょっと便利になるだけでめちゃくちゃ生活って変わるんだなっていうのを本当に実感できてね、このしゃもじは最高に良かったですね。まあ普通のしゃもじ、まあよくあるしゃもじとかで、まあ別にご飯よそるのは全然使えるんですけど、ご飯がねこれにくっつくんですよね、しゃもじに。でそれがね結構そのなんていうの、しゃもじにくっついちゃったご飯はもったいないからって言って、ご飯茶碗にね、くっつけたりと、こうやってこそぎ落としたりとかね、ご飯の茶碗のヘラ、ヘリでとか、あと水をかけてでくっつきづらくしたりとか、あと、まあ、毎回洗ったりとかね、いう風にすれば使えるとは思うんですけど、これね街で何もくっつかないんですよ。でそういう煩わしさ、ちょっとしたね、そのご飯なんて1日3回まあ少なくとも3回食べるじゃないですか。多い時はもっと食べたりとか、あと家族の分とかね、よそるたびにくっついてるとね、すごいイライラすると思うんですよね。それがね、ストレスフリーになるってどんだけ幸せなことかっていうね、まあちょっと実演してみましょう。はい、こんな、今日ちょっとね、ずっと保温してたあれなんですけど、これね、もう全くくっつかないでしょ。ちょっとね、まあ乗っかっちゃうのはあるんですけど、本当にねくっつかないんですよ。もう今までのね持ってたしゃもじは全部処分してしまったので、比較がね今できないんですけど、ちょっとそれに関しては昔のね動画を比較をしているものがあるので、それを見てもらいたいんですけど、マジでね何もくっつかないんですよ。普通にね、こうやってよそるじゃないですか。ね。何にもくっつかない。このストレスフリーなのが最高にいいんですよね。うん。これはね、ぜひ、このマーナの立つしゃもじ、概要欄の方にリンク貼っとくんで、ぜひね、皆さんに体験してほしいです。買ってよかったものその2ということで、まずね見てもらった方が早いですかね。買ってよかったものその2、このね蓋ホルダーですね。キッチン蓋ホルダーとかいう確か名前だったと思うんですけど、こういう風に蓋をね立てて並べられるホルダーなんですけど、まあ今までね、というかもうここに引っ越してきてかなり経つんですけど、それまでね、ちょっと蓋の置き方はもうごちゃごちゃってね、なってたんですけど、これを買うことによって、もうそれだけでね、この蓋がすっきり並べられるようになったので、本当ね、今までなんで買ってなかったんだっていうね、そういうような後悔すらある、そういう商品でしたね。はい。はい、買ってよかったものその3。それはじゃじゃーんとこれですね、フードシーラーですね。まあ前からフードシーラー自体は持ってたんですけど、まあ、前のやつがね壊れてしまったので、まあ買い替えたっていうんですけど、これはねちょっとね高いんですよ。2万円ぐらいして結構高いものだったんですけど、買ってよかったなと。やっぱね、まあこれね、まあ市販で一般のやつで言ったら多分一番最強になるんじゃないかなって思うんですけど、これとね何がいいって、まあ吸引力もすごくいいんですけど、ノズルの
このね、吸引時間があの設定、細かく設定できるっていうのと、あとシーリングの時間っていうのも細かく設定できるんですね。で、それプラスここに箱がついてるじゃないですか。この箱がついてるんで、汁物の吸引もできるんですよ。汁がここに、あの普通のやつだと汁を吸った時に、なんていうの、そのまま吸引の方に流れていってしまって、あのバキュームの方にね、流れていってしまって壊れてしまう、機械の方にあの水分が流れていって壊れてしまうというのがあるんですけど、一旦ここのタンクに止まって、でそれから流れていくので、あの水物、ビチャビチャしたものとか、例えばシチューだったりとかね、スープみたいなのもシーリングできるっていうね、そういう優れものなんですよね。で、しかもフードシーラーって2タイプあって、まあ大きく分かれて、家庭用のね、フードシーラーって2タイプあって、あの専用の袋を使うものと、あと専用じゃない、まあ何でもできますよっていうやつがあるんですけど、これは何でもできますよっていうタイプで、それがね、前のやつはね、専用のやつだったんですけど、専用のね、あのパックって結構高いんですよ。で、安いパックとかね、買っちゃうと、そうするとうまくね、吸引できなかったりとかして、なかなかね、あのコストパフォーマンスが悪かったんですよね。なんですけど、これだったらね、安いやつ、安い袋も使えるし、なんなら例えばお菓子とかですね、お菓子の袋とかそのまま利用して、お菓子ちょっと食べて、で閉じときたいなっていう時に、これでそのまんまね、吸引して閉じとけるっていうことができるんですよね。だからそういうところですごい便利。まあね、実際にやっていきましょう。はい、じゃあね、実際にやっていこうと思うんですけど、今回やるのはね、これもち麦、もち麦の袋ですね。これそのままくるくる回してたんですけど、ちょっと一回ね、開いてて閉じてなかったやつがあったので、これを使ってやっていきましょう。で、ここがね、少しこういう風な感じで、なんていうの、分厚くなってるんで、少しね、このシーリング、圧着の時間を今5秒になってるんですけど、10秒ぐらいに延長します。で、ノズルを出して、で、ここに奥までね、入れてやって、はい、こんな感じで、あとは、まあ、吸引はね、10秒でいいかな。で、開始で、ちょっとね、ここら辺を少し持ち上げてやると、はい、もうぴったり。はい、がっちりね、シーリングすることができました。ここの部分もね、この合わさってる部分も、あの10秒とかにすると、弱いやつだとね、ここの部分が取れてきちゃうんですよ。あの熱がね、奥までいかずに、ここのところが剥がれちゃうんですけど、10秒とかしっかりやってやることによって、きちっとシーリングすることができました。まあ、このね、空気を吸わなくていい場合は、これだけでね、こういう風な形でそのまんまね、やってやれば、空気は吸われずにこのシーリングだけするっていうこともできるんですよ。いろんな用途に使えてかなり便利なんで、すごい、あのもしね、フードシーラーを家で買おうかなって思ってる人は、もうこれ一択なんじゃないかなっていうぐらいいいものです。はい、今までね、キッチン編だったんですけど、今度はね、お風呂にやってきました。ということでね、早速紹介していこうと思います。その4、お風呂の排水口のパンチングゴミ受けですね。もともとはね、こういうプラスチック製の網がついてたんですけど、これがね、髪の毛をね、よく通しちゃうんですよ。で、しかもここの網にね、すごい絡まっちゃって、で、ここにね、ちょっといろいろ跡がついちゃって、跡っていうかね、汚れがついてるっぽく見えるのは、これはね、髪染めた時に、その髪の毛、抜けた髪の毛に、なんていうの、髪の染めるやつがついちゃって、それでね、染まっちゃったんですよね。だから全然取れなくて、洗っても。で、これに変えたら、もうね、
髪の毛を逃すことがなくなったのと、あとね、ちょっとテストしますけど、こういうね、まあ、髪の毛に見立てて、そのまま髪の毛でやると汚いので、ちょっと気持ち悪くなるんでね、やってますけど、これで、こんな感じで髪の、ちょっと髪の毛じゃないからね、流れづらいですけど、こんな感じで流れていって、まあ、流れていったとしまして、これがね、ティッシュとかでね、簡単にこうやって取ることができるんですよ。掃除をすることが。で、まあ、ティッシュじゃなくても、ここをね、こうやってつまんでやって、これでそのまんまね、ポイって、ゴミに捨てることができるんですね。掃除がね、めちゃくちゃ簡単だった。本当にね、これは絡まっちゃって、取るのが嫌だったんですけど、めちゃくちゃ簡単。10秒ぐらいでね、掃除ができるようになったんで、本当おすすめです。これと、あと、洗面所のところもね、ゴミ受けのところも、もうこのパンチングのやつに変えて、そっちもね、僕はね、そんなじゃないんですけど、奥さんの髪がすごい落ちてたんですよ。で、絡まっちゃってて、で、そこがカビたりとかしてね、すごい嫌だったんですけど、それもなくなったんでね、最高ですね。これめちゃくちゃおすすめです。はい、買ってよかったものその5、これがね、生活編は最後なんですけど、じゃじゃんと、これ何かというとね、まあつい最近紹介したやつでもあるんですけど、ジェット水流のシャワーノズルですね。普通のシャワーノズルがこんな感じのねやつがあるんですけど、これをね、こっち側に付け替えて、このね、シャワーノズルに、ジェットノズルに付け替えて使うっていう感じですね。まあ、付け替え方はすごい簡単で、ここのね、部分を、これをね、こうやって、ここがね、こんな感じで下がるようになってるんで、これ下げてやって上を引っこ抜けばいいっていう感じですね。これもこのままだと刺さんないんですけど、これもちょっとね、片手でやると、ちょっと片手でやるのはやりづらいんであれなんですけど、はい、付け替えたらこんな感じですね。で、これでシャワーをオンにしてやって、で、ここをね、開放してやると、そうすると音で分かりますかね、ものすごい威力、もうちょっと指を当てるとね、痛いぐらいの水流が出るんですよ。これがね、本当にお風呂掃除、今までうちのね、掃除はこのエアジェット、マジックリンのエアジェットを使ってるんですけど、これこすらなくていいって言うんですけどね、全然ね、こすらないとダメだったんですよ。ぬめるっていうかね、端っこの部分全然ぬめてたんですけど、あれをかけてから、これでね、ジャーってやると、もうかなりね、キュッキュッキュッっていう状態にまで持っていくことができるんですよね。まあ、その汚れがね、すごいなんかまだぬめるなみたいな感じになったら、こすればいいみたいな。日々の掃除が、すごい楽になる。あとね、ああいうところ、こういうね、ノズルのところですよね。こういうところに結構水垢がすごい溜まるんですよ。なんですけど、それがね、これで水圧をかけてやることによって、すごいね、一気に取れるっていうかね、その水垢がね、弾け飛ぶんで、すごいね、これが便利ですね。これを導入して日々の風呂掃除っていうのがめちゃくちゃね、快適になったので、これもね、すごいおすすめです。まあ、取り付けもね、すごい簡単ですし、付け替え、こういうのってね、付け替えとか、あとシャワーヘッド自体を変えなきゃなんないとかいうのがあって、ちょっとめんどくさかったりとか、いまいち嫌だなみたいなのもあったりとかするんですけど、なんで今気に入っているシャワーヘッドを使ってるのに、わざわざジェット水流のためだけに違うシャワーヘッドを使わなければならないみたいな状態もね、嫌だったんで、まあ、簡単に付け替えられるもの
っていうのでね、すごい良かったです。はい、いかがだったでしょうか。5つね、紹介させてもらったんですけど、どれもね、QOL、クオリティオブライフでしたっけ、がね、爆上がりする、とてもいいものなので、もしね、気になったら、ぜひね、そんなに高いもの、フードシーラーはちょっと高いですけど、それ以外のものはそんなに高くないので、ぜひね、導入していただきたいなと思います。はい、っていう感じで、バイ。